おはようございます。今日はですね、こちらまた、フットサルポイント小田原に来て、で、まあ、いつもやってる朝練をね、また週に1回公開していこうと思うんだけど、最近来期ね、出張新しいところ決まってさ、どこ決まったかっていうと、大成高校っていう、関東大会を優勝したチーム、まあ、東京都なんだけど、結構多分知らない人いないんじゃない、高校サッカーしっかり見てる人は。その大成高校に来期で出張が8月に決まりました。で、まあ、今月末には、日本航空、まあ、関東大会ね、3連覇8連覇いや県で8連覇かしてるチームにも出張決まったりとか、だいぶ広がってきたね、本当にだいぶ広がってきたので、まあもっともっとね、こう広げていくためにも、まあ俺自身もっとやっていかなきゃいけないと思うし、ね、よし。で、今時間は6時半です。早いね、朝。まあなんかだんだんさ、まあ俺30歳になって、やっぱ20代の時よりなんか朝強くなったな。なんでだろう。なんか年齢のあれもあんだから。わからんな。まあ今日もやっていこうか。よし。楽しんでやろう。よし。おはようございます。おはようございます。行こうか。よし、暑いな今日も。落ちてるわ。やっぱ暑い。シワすごいさ、熱が来るから。今高校生、まあ小学生から。で、今この時期でサッカー昼からやってるところやばいんじゃないの。めっちゃ暑いよこれ。まあ、注意力の中で結構重きを置いてるのが、何か一つのことを継続して運動しながら、もう一個の運動、まあ、この注意を向けなきゃいけない運動が来た時に、その一個のパフォーマンス改善に次のパフォーマンスをしっかり成功させようよっていうような、能力、まあ、注意力があるんだけど、その注意力を伸ばすことがすごい大事だと思ってて、まあ、例えばサッカーだと俺左サイドバックの選手だったんだけど、まあ、中央の選手見ます。まあ、ドリブルこうボールパス来て、パス、ボールコントロールします。で、中央の選手見ます。前の選手見ます。まあいろんな方向でこう状況を確認すると思うんだけど、その時に周りの状況を確認するということは注意を他に向けることになるのね。で、その他のところに注意を向けた時に、自分が今ボールを持っている時にこのパフォーマンスがどこまで、まあ、保ったままプレーできるのかっていうところがすごい大事で、まあ、この注意力、まあ、俺がこの考えているこの注意力の一つの、その注意力がなかった場合はボールコントロールして周り見た時にボールコントロールのパフォーマンスがどうしても下がっちゃう。だからやっぱりこの注意力を鍛えることってすごい大事だと思ってて、でコツコツやっていくと本当にびっくりするぐらいプレー変わってくるから、おい、それやるわやるわ。後ろにね、画面があって、
その画面に1か2か3か4は数字出てくるから、1が出てきたら右足を横、2が出てきたら左足を横、3が出てきたら右足前、4が出てきたら左足、前でいきます。はい、いくよ。はい、2、はい、3、はい、4、はい、2、はい、1、はい、4、はい、3、はい、1、はい、3、はい、やばい、はい、OK、 4、はい、2、はい、あっしゃ、正しいやつだね。はい、1、はい、やばい、くそ、2、はい、3、はい、4、はい、2、はい、1、4、はい、3、はい、2、はい、1、あ、くそ。結構さ、左利きのように思われるんだけど、実は右利きなんです。で、なんかね、左足の方が切りやすいというか、切るよ、今のが左足で、次ね、右足で、まあ、スライスして、まあ、低い弾道で速いパスパスみたいな。iPhone がめっちゃ熱くなっちゃって、こっち向きにさして、日陰じゃないと止まっちゃうんだ。よし、さあやるか、今日の課題。あー、間違えた。よし、よし、今日もありがとうございました。今日もお疲れ様でした。とりあえず今日もだいたい40分かな、今日はトレーニングが終わりました。50分ぐらいか、ありました。で、もうほんと毎日コツコツやることがすごい大事なので、まあ、この脳のトレーニングも含めてね、なんかね、人生一回だからさ、後悔しないようにやれよ。本当に人生一回だぞ、楽しんでやれよ。俺も楽しむわ。暑いけどみんな熱中症気をつけろよ。俺も気をつける。人生楽しんで生きようぜ。それではまた、また次の動画でお会いしましょう。ありがとう、またね。